どうも、遠藤です。新マップでね、MP7 を使っていきます。アップデートで飛距離が伸びたのかな、あとのけぞりってちょっとよくわかんないんだけど、のけぞりが伸びたらしい。でね、このマップは、まあ、MP7 以外で結構何戦かもやってるんだけど、まあ、サブマシンガンでね、戦うのはちょっと厳しいかなっていうマップですね。まあ、戦える場所がちょっと限られるね。結構光線距離、おーっといっぱいいる。結構ね、光線距離が長いんでね。まあ、相手のリスポーン地点もしくはこっち側とか、角待ちとか、そういうところで戦うしかないかな。こういうね、奥見る分にはちょっときついかな。よし、一人やった。なんとか一人やってく。この距離までだね。これ以上離れちゃうとちょっときついかな。まあ、いっぱいいるよ。いっぱい出てくるよ。もうちょっとね、詰めて。相手のリスポーン地点付近ぐらいでやっぱ角待ちしてるのが強いかもしれないですね。あと、まあ、ここ3次元的な、まあ、戦略練れるのがこの辺だけなんだよね。ここもね、結構遠いんだよ。あ、もう降りてこうやって突っ込んでた方がいいね。これで行こう。この角待ちスタイルで行きましょう、今回は。で、時には突っ込む。あー、奥じゃないか、普通に。手前の敵にやられましたね。お、こっち敵がいますね。いたー！倒しきれない。ボムを投げて、あとは味方に任せて、私は特攻しましょう。まあ、今日はね、もう光線距離はね、短く。おし、こういうとこはね、強いんだよね。なるべくこういうところで戦っていきたい。もっと後ろ向いてる。よーし、美味しいっすね。まあ、こういうのをね、買っていくのがサブマシンガン使いのお仕事になってます、ね。なんで今日はね、いつもの特攻動画でいきたいと思います。もっと奥の敵をサイトで狙って倒していく。いた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 。出てこい。うおっと、違うやつ出てきた。まあ、こんな感じですね。逆にね、真ん中ら辺で戦われちゃうとちょっときついかもしんない。どうしてもね、不利な距離ってあるんでね。あ、もうなるべく詰めて戦っていきたいですね。ここもね、おっと。いやー、長いな。倒しきるまでが長いな。やっぱポイズンは、倒せないんかい、これ。やっぱね、MP、なんだっけ、さっき、この前当てたポイズンに比べたら、やっぱこっちはね、威力弱いっすからね。きついね。しかもヘビーアーマー着てるやつ、めっちゃ硬くないか。すごい、もうガスガス当てても倒せないんだけど。よーし。なぜかヘッドショット出てしまう。おお、手前にいるんか、気づかなかった。ちょっとリロードしてる場合じゃなかったね。やっぱ奥、突っ込みますかね。どこどこどこ、そこ隠れてんの。よーし、危ねえ。よし、背中打ってく。で、横打ってく。もう、横とか背中ばっかり打ってるね、今日。危ねえ。あー、マジか。しゃがんでましたね。MP7 どうだろうな。なんか、飛距離遠くなった割には、敵のなんか、ヘビーアーマーのせいで、余計きつくなった気がするけど、気のせい。ちょっと MP7 使ってる人、感想しててほしいね。やっぱボディーアーマーのね、ヘビーアーマーかの影響はでかいと思う。うわぁ、倒しきれなかったが。まあ今ちょうど、ライトアーマーと MP7 なんだけど、まあ、結構早いね。うわっと、ここまで来た。気づかんかった。確かに動きは早いと思う。うん、移動速度はね、速い気はする。おっと、右いるか。見てられねえ。上からやっぱ飛び降りていくスタイルがね、いいっすね。いたいたいた。よし、一人やって、奥の敵もやっていく。おっと、降りてる。よし、あいつやって。もう一人。あー、きついか。多分ね、倒すまでの時間が HK に比べたらちょっと長い。あ、終わっちゃった。結構ね、相手のリスポーン地点でうだうだやってたから、相当勝ちなのか。まあ、てな感じですね、MP7。まあまあ、場所によってはまだまだ使えるとは思いますね。まあ、個人的には好きな銃なんで、これからも使っていくと思います。
はい、ということでね、続いて MP7 そのまま使って、ラッシュですね。もう、連戦です。さっきの続きです。このアップは、やべえな。戦えんのかな、MP7 で。あんまり使ったことないんだよ、このマップで。なんかまあ、一本道っていうのもあるんだけど。もっと強い人が相手チームに行ったな。このマップね、裏取り、まあ、ここの、一本道のここと裏取りの横の小道しかなくてですね。結構一方的な展開になりやすいんですよね。まあ、突っ込んでいきますか、今回も。おっと、上の敵を狙えない。適当にボムを投げて、あ、でも味方が見に行ってくれてますね。手前の敵を、うわ、マジか。あ、カバーが入ってましたか。このマップはね、MP7 でできることは少ないんですけど、まあ、小道から行くのがいいのかな。お、遠いけど何とか、キルを取っていく。後ろから音がしたな。こっちかな。味方見てないから多分出てくるよ。こっちもいるし、うわ、びっくりした。こいつやって。いた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 。おー、危ねえ。まだまだ。まだ音聞こえる。おっと？そっちか。あれ、やられたな。あ、いるいる。二人いるか。一人？二人。音聞こえる。右。よーし、ヘッド抜いて。おっと？壁抜きか。まあ、ここね、結構人いること多いからね。壁抜きしてくるよね。さて、じゃあここ通っていきましょう。敵がいる。赤点見えてますね。一人やって、で、速攻ジャンプしてね、相手のリスポーン地点から裏を、背中を狙っていく。と思ったけど、いねえな。あ、いるいる、赤点が見える。おっとっと、あー、やべ、バレてるか。くっそー。どうすかな。どういう状況だ、今。あ、ちょっと押されてるか。赤点見えてます。よし、一人やって。おわっと、危ねえ。もう一人やって、ジャンプして、裏取って、あ、もう見られてるか。しょうがねえな。ここね、攻め込まれたらね、右側、今敵や味方がいた方からね、ちょっと厳しいんだよね。上も上下から攻められるんで。なんで、なるべくね、小道取って、裏取りしてやって、この上をね、取り返すってのが、まあ、サブマシンが持ちの仕事になるんで。じっくりやっていきますか。ボームを投げて、こっちから敵が出てきそう。おっと、なぜかボームキル。適当に投げたボームが当たってしまった。おっ、あー、きついか。SR47 か。まあ、IU10 にはね、負けちゃうんだよね、あの距離。しょうがない。また小道を入って、味方見てないぞ。でも敵はいないか。まあ、結構押してますね、状況的には。ジャンプして、撃ってく。二人キル。もう一人、味方倒したね。もっと、後ろから、撃っていく。で、またここ待機。もうバレんだよな、ここの待機。また壁抜かれるかもしんないな。お、敵いるね。まあ、壁抜かれるってことはね、逆に考えればこっちも抜けるってことだから。しっかり赤手を見てね、壁抜きしていきたいですね。おっと、見られてる見られてる。よし。いいっすね。押してますね。おっと、一人入れ、あ、倒してくれたか。もう突っ込もう。そしたら突っ込もう。うわ、マジか。上から見られたか。きついね。あ、でも、65対55で、まあまあ、たかってますね。あ、でもこれ取り返されるか、すぐ。ドームを適当に投げて、今いったね。登ってくるところをヘッドショットしていく。危ね。危ね、危ね、危ね。よし。あ、死んでない。倒して、横から撃っていく。危ない危ない。壁抜き。壁抜きポイント。壁抜きしてやるか。壁抜きしていく。で、この勢いのまま奥に入っていきましょう。ほら、手前の。うわ、マジか。AK4、AK12 か。いや、結構おっと、ちょっと待ってよ。まずいな。巻き返されてんじゃん。逆転を許してしまったか。あ、これまずいな。これ非常にまずい。
ちょっと一回どうしよう。右行ってみるか。右制圧されてそうだな。されてるな、これ。あ、ダメだ。これダメだ。もうさ、こうなったらね、サブマシンガンにできることはね、裏取りしかないんで、素直に裏取りしに行きましょう。でね、もうみんないるじゃん、これ。突っ込め、突っ込め。ボムを投げて、で、突っ込んでね、右向いて、上にいるやつを、おっと、下にもいるか。掃除していく。あー、ダメか。すでにもう後ろの方にも敵が来ていたか。もう一回チャレンジするか。まあそこ掃除できればね、巻き返せるんで、全然。よし、じゃ、おっと、奥できる。ジャンプして、そうそう、こういう風に入ってね、ここから敵を狙っていくと。一人、もう一人いたよね。よし、オッケー。いいですね。これでね、ライン結構上がってきたと思うんでね。あとは味方に任せて。でもまだ負けてるか。もうちょっとな、巻き返したいところだ。ボム投げて。よーし、突っ込め突っ込め。いけ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 。よし、頭。後ろから頭狙って、もう一人。奥にいる。奥にいるやつを。あ、やばい。クソエイムしちゃった。いいね。まあ、もう表出ても大丈夫かな。表から攻めていきますかね。いたいたいた、一人いた。おー、マジか。ヘッド抜かれたか。きついね。ああなっちゃちょっときついかな。やっぱ小道ですね、サブマシンガンは。小道入って、あー、ライン上げられてますね。突っ込んで。今、いたいたいた。後ろ。後ろから頭取って。もう一人。おー、危ね。危ね、危ね、危ね。よし。なんか横入っちゃったよ。まあいいか。裏取ってく。ほら、もう一人。あ、やべ。殺しきれなかった。で、敵は？敵いない？あ、いるか。いた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 。よーし。こうやってやってくるんですよ、サブマシンガンは。あー、でもや、まだ 10点ぐらい差ついてんのか。なんとかなんねえかな。真ん中、ライン的には真ん中。ちょっと押され気味かな。ちょっと押されてるかな。おっと、手前の敵、一人やって。よし、上から。あ、ダメか。今のやりたかったな、二人。ああいうところでね、正確にヘッド抜いていかないとね、なんか連続キルは取れないんだよね。あ、でも押してるかな。押してるんでいけそう。よし。ジャンプして、奥の敵を。あ、きつい。ちょっとずつダメージ与えてるけど。殺しきれない。ちょっと早かったかな、出るの。もうちょっと距離詰めてから撃つべきでしたね。もう一回、上から上がって。まあ、やっぱ上制圧してたらね、勝てるんで、このマップ。もう危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。あー、マジか。ボムで倒してるし。ちょっと後半になってくるとね、エイム雑になってくるな。まずいな。もう一回、もう一回掴もう。困ってる人がいるね。角待ちしてもこんなに稼げないっす。よーし。どこだ？いたいたいた。いたいた、一人やった。いや、激しいな、この戦い。いけるか？味方に任せた。おー、勝った！すごい、150対148ってすごいいい勝負じゃないですか。なんとか勝つことできましたね。ということでね、ちょっとここで MP7 はね、きついっすね。もうただの特攻ですね。ただ特攻するか、もう基本的に裏取りですね。サブマシンガンの仕事は。はい、以上です。